問です。心霊系 YouTuber の動画を見ていると、あーとか、うーとか声が入るんですが、お化けさんは話せないのですか？それとも何か話しているけど、そう聞こえるのですか？そう聞こえるんだと思いますよ。もう、もう、その言葉の中にね、たくさんのお化けさんの声が重なってる場合があって、それを、一般的にはね、聞き取るっていうふうに僕はしています。だからね、5、6人の方にいっぺんに話されてるような感じのイメージの時がありますので、そういうふうに聞こえてるっていう場合もあると思いますよ。5、6人いっぺんにね、しかもこもったような声でね、話されるんでね、すごく聞き取りにくい場合ありますよ。パパさんこんばんは。自分は視力が悪いのですが、幽霊が見える場合は視力が関係あるのでしょうか？目、肉眼で見えるものなのか心で見えるものかが気になります。心で見えるものです。義母愛子さんもおっしゃってましたでしょ？義母愛子さん片目が相当不自由で、見えない方の片目に、亡くなられた方の様々なものが映るって言ってたのと一緒でね、目がご不自由な方でも心の中に映ってまいりますよ。お姿拝見できますよ。と、僕も目つぶりますからね。パッと見た後、必ず目をつぶります。それはね、心に正直に見るためになんですよね。私は霊は見ないのですが、ホテルとかに泊まると背中を撫でられたりすることがあり、宿泊するときは、お守りか何かを持って宿泊していますが、それでいいのでしょうか？そういう経験今まで何回かあります。気持ちが悪いと感じた場所があると、自殺、他殺の場所だったこともあります。ぜひね、お守りをお持ちになってください。僕ね、どっかの動画でね、お話ししたことあるのかな、あると思うんですけど、名古屋行った時かな、知らずに事故物件だったホテルに泊まっちゃったことがあってね、その時にもね、お術とか持ってたんですけど、持っててよかったっていうふうに思いましたからね。何があるかわからないので、公表されてないことでもね、ホテルとかですと表に出てる場合とは限らないので、ぜひお持ちになって十分で身を守る方法を持たれていた方が安心にされるのではないかっていうふうに思いますよ。今日は何もなくてよかった。ですね。なんかイルミナティカードで今日地震があるみたいなのが出ていた。いや、そうなんですか？まだでも今日終わってないんで怖いですね。地震ね。もう早く明日になんねえかな。パパ、こんばんは。質問というか、先日息子がいろいろ見えていることが発覚したのですが、何もわからない私は母親としてどうしたのがいいのでしょうか？息子さん怖がってるかな？お化けが見えるよって言って怖いよっていうふうに言ってらっしゃるかな。それとも僕お化けが見えるんだよっていうふうにおっしゃってるのかなっていうところでもって分岐点が違うんですけども、僕お化けが見えるんだよっていうふうになったら、普通にね、怖いお化けだったかどうか聞いて、普通のおばちゃんだったとかそういうふうになったら、あ、そうなのって言ってね、いいこともあるかもしれないから、こんばんはとかちゃんとご挨拶だけするんだよっていうふうにお伝えになってきていただくと、もしかしたらご先祖様で守ってくださるかもわからないのでね、いたずらに蓋をしない方が良いのではないかと思いますよ。そしていたずらに蓋をしてしまいますと、だんだん見えなくなります。気のせいなんだなって。やっぱ親の言うことはね、間違いないし、大人たち見えないって言うんだから見えないんだよなっていう風になってきて、だんだん意識の中から見えない方向になりますのでね。はい。怖がっていないで適当にやり過ごしている。まあ、それはそれでね、良いと思いますよ。そういうふうに思います。さん、ありがとうございます。息子は25歳なので自分で何とかできると思います。母親としては。25歳だったらもう現役バリバリですよ。早友さんもバリバリですからね。もうそのまま行っちゃうんじゃないかな、お化けさんとの。お付き合いは。そんな気がするなぁ。そんな気がしますよ。呪われる人形もあるそうですね。それを元に作ったステッカーを買うのは良くないですか？あえて買わない方がいいと思いますよ。なんかよくわかんないですけどね。良くないと思われるものをわざわざ買うっていうことは僕は良くないと思いますけどもね。僕は絶対買わないですよ。
そういうものはね、なんかね、まあ、僕はですよ、趣味の問題ですからね、お好きな方は買うのを営業妨害になっちゃうんで、なんともね、あれですけどね。パパさん、今日は何もないですが、真ん中の子が生まれてくる瞬間の時を、覚えていたんです。いや、本当にすごい記憶力だね、息子さん。すごい。でも、まあ、いずれ忘れちゃうんでしょうけどね。僕がね、生まれてきた時の記憶はね、周りに天使がいっぱいいてね、バーって言ってね、5人の賢者たちがね、羊飼いたちがやってきた夢を見たんですけどね、どうやらちょっとあれは夢だったような気がするんだよな。多分ね、なんかね。天と地を指さしてね、天上天下、唯我独尊って言ったような夢を見たんじゃないかなって思うんだけど、32歳まではすげえチャラチャラのじじいだったんで、おっちゃん、あんちゃんだったんで、多分あれは気のせいだったと思いますけどね。もうすごいことだと思いますよ、本当に。自分は古本屋とかリサイクル店に入ると頭がクラッとするんです。あ、本当ですか？僕は本屋入るとお腹痛くなるんですよね。本屋に入るとね、お腹痛くなるっていうね、よっぽど勉強が嫌いだったんだろうなと思うんですけどね、活字アレルギーだったんですね。でもね、運気のいいものもあるのでね、でも、ご先祖様やら守ってくださる方が、そのリサイクル店とか本屋にいるものに対して、いや、お前は近づかない方がいいぞっていうような、お導きかもしれないのでね、もう嫌なところには無理やり入んなくていいと思いますよ。リサイクルショップね、あまり近づかない方がいいのかもしれないですけど、もう数多くあるでしょ、リサイクルショップも。ちょっとお選びになってみたらどうですか？今日僕はね、ブックオフ行ってきましたけどね。はい。ブックオフに行ってまいりました。安いね、お財布がね、1000円で買ったお財布の中チャックが壊れてしまったもんですからね、ブックオフで中古で買ってきました、お財布を。はい。